速稼塾の久保です。チャンネル登録者1000人を目指している YouTuber の皆様に今回はメッセージになります。チャンネル登録者1000人というとやっぱり収益化、広告がつくかつかないかの一つの境目になりますので、ここが一つのね、登竜門になるんではないかなと思います。そしてですね、過去12ヶ月の間に4000時間の再生がなされているかどうかっていうのも広告がつくかどうかの重要な評価基準になります。この2つのポイントを目指してやるわけなんですけども、ここでですね、どのようにやったら YouTube に応援してもらえるかってことを今回メッセージに伝えたいと思います。まずはですね、あんまり意味がないと言われているのが再生数が増えてるだけってやつなんですよ。多くの方が再生数を増やせばそこでファンが増えたりとか、いろんなところに表示されるというふうに考えてるんですけども、現在はですね、再生数がただ多いだけではそんなに収入にはあまり関係がないんですよね。何が大事かというと、一つ作った動画が最後まで見られてるかどうか、そしてその動画を見ることによってファンが増えてるかどうか、チャンネル登録が増えてるかどうか、ここの2つのポイントの方が YouTube にとって重要なんですよ。この2つのポイントで、ポイントが高い方はですね、YouTube に応援してもらって積極的に多くの方に表示されるようになっているというふうな仕組みが言えるんではないかなと思います。ですんでね、何でもかんでも再生させるためにタイトル凝ったりとかサムネイルを作ったりとかして、とりあえずクリックさせればいいやって発想はもう古いってことなんですよね。そしてこれからの収益化の条件で予想されるものなんですけども、チャンネル登録者数が1000人以上という条件はもうちょっと難しくなって、例えばね、2500人以上で収益化モデルになりますみたいなことになったり、それからね、再生時間過去12ヶ月で4000時間ってなってますけども、これがですね、過去6ヶ月で4000時間になる可能性もあるんですよ。私はそういうふうにどんどん厳しくなるというふうに考えております。ですんで、2020年が始まって今年中にですね、 YouTube の収益化モデルが作れないようでしたら、もうすでに YouTube の参入障壁っていうのはあなたがですね、超えられないところまで行ってるんではないかなという形なんで、今年1年ね、しっかりと今日私が言ったことを意識してやっていただければと思います。ではまとめますね。 YouTube の収益化モデル、チャンネル登録者数1000人、そして再生時間4000時間になるためには YouTube に応援してもらえるような動画を作らなければならないということです。じゃあどのようにして YouTube に応援してもらえる動画にするかというと、まずは作った動画の再生時間ですね、作った動画が 100% 最後まで見られていたかどうかってことになります。そしてもう一つはですね、その動画を見ることによってチャンネル登録者数が増えているかどうかなんですよ。せっかく動画が見られていてもチャンネル登録者数が増えていなければ、その動画は次に見る価値がない動画というふうに視聴者さんから表現されたと評価されたというふうに YouTube が自動的に判断してしまうってことになります。今回の動画が役に立った方はぜひね、 YouTube の方でシェアしていただいたりとか SNS で拡散していただければ幸いでございます。より多くの人の役に立つことができると思います。それでは本日は以上です。